6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。今回は40代男性が絶対に選んではいけない婚活女性の行動を5選という話をしていきます。40代男性の婚活となると、お相手女性は30後半から同年代あたりの年齢層になるんじゃないかなって思います。20代女性と比べ、アラフォー女性はいろんな経験してきているため、40代の男性を見る目も厳しいし、何よりこの年まで染みついた性格や思考は簡単に変えられません。だからこそ、好きになったからといって突っ走ってしまうんじゃなくて、皆さんも冷静になりつつ、本当に結婚していい女性なのかをしっかり見極めてほしいと思います。婚活は短期間のうちに結婚を決めるから、相手の本性を見抜くことが難しいって思い込んでいる人がいるんですが、実はそんなことはないですからね。結局見るべきところを見なければ、5年付き合っても10年付き合っても見抜けないので意味がありません。だからこそ今回は、短期間の交際であっても選んではいけない女性を見抜ける方法をお話ししていきたいなって思います。40代男性が選んではいけない女性の行動、その1、監視してくる。まだ1回しか会ってないにもかかわらず、私以外にデートをしてる人はいるの？お見合いはあと何件決まってるの？などあなたのスケジュールを把握しようとしてくる女性は危険です。こういう女性は依存傾向にあって嫉妬深いと言われています。最初は自分に興味を持ってくれているって女性からの好意を感じて、男性は嬉しくなるんですが、これがずっとだったらね、もうダメですよ。そして面白い話あるんですが、もともと彼女に一途だった男性がいました。そのまま2人は結婚して子供も授かったんですが、そのタイミングと重なって彼は昇進して、さらに仕事が忙しくなったことで急な残業とか出張が増えてしまいました。これは仕方ないことだし、家族のために働いてくれてる男性に感謝すべきところなんですが、奥さんは出産後っていうこともあってか、すごく気持ちの浮き沈みが激しくなっていました。残業や出張の時は浮気を疑い、浮気をしていないなら証拠を見せろって毎回写真や動画を要求していたそうです。当然彼はそんなやましいことなんかしてないんで、安心してくれるならって奥さんが望む通りにしていたらしいんですが、それが1年2年って続くと、さすがに彼も辛くなってきました。これだけやってるのにまだ浮気を疑われるなんて悲しいし、自分を信じてくれてないのかなって思うようになってしまったんです。そしてそんな不満を抱えている時に、天真爛漫で一緒にいるだけで笑顔になれる女性に出会い、会話をしているうちに彼女に惹かれている自分がいて、気づいたらそういう関係になってしまった。そしてほどなくその不倫がバレちゃって、発狂した奥さんはさらに束縛が激しくなって、 GPS を彼のスマホに入れて1日の行動を全てを監視するようになりました。それでも人ってね、すごいものですよね。その目をかいくぐって不倫する方法を思いつくもので、それ以降も彼は他の女性との関係を続けていたと言います。私が何が言いたいか伝わったでしょうか？不倫はダメだよ、最低だよっていうのは大前提として、人は束縛し監視されるほど自由を求めてしまうっていうことなんですよね。もし皆さんが、僕は絶対浮気しないし奥さんに一途になりますっていう自信があったとしても、さっきの彼のようにガチガチに監視されている状態になっちゃうと、どこか別の場所に心の拠り所を見つけようとするんじゃないでしょうか。だから皆さんが浮気男に変身してしまわないためにも、もともと束縛が激しくあなたの行動を監視してくるような女性とは結婚すべきではありません。本当に信頼関係のある夫婦は束縛なんかしないし、束縛されてなくても自ら写真を送ったり、今誰とどこにいるよって報告するような関係性が出来上がってます。これもまた思いやりですよね。結婚は間違った相手としてしまうと地獄しか待っていません。だからこそ結婚する前に一回冷静になって、本当に大丈夫かチェックをしてほしいと思います。40代男性が選んではいけない女性の行動、その2、 SNS ストーカー。これも依存傾向の女性がついついやってしまうことの一つです。好きな人の SNS を見つけ出して、常にチェックして変化や気になることがないかを確認しているんです。チェックする内容は SNS に投稿した更新内容だけではなくて、フォロワーとかいいねをした人、コメントのやり取りなど、過去まで遡って全部見ていきます。 SNS は本名ではなくて
て全く違う名前で登録している人がほとんどだと思うんですが、それでもストーカーってね見つけ出したんですよ。相手の SNS を盗み見してもいいことなんてありません。みんなどうやって見つけ出しているかっていうとね、婚活とかお見合いデートっていうキーワードで検索して彼らしき人が投稿していないか地道にコツコツ見ていったり、 LINE と同じアイコンを SNS でも設定している人がいるので、そのアイコンで見つけ出したっていう人も過去にいましたね。なんか時代だなって感じなんですが、婚活中に婚活のネタを SNS で更新するメリットは一つもありませんので、 SNS ストーカーに合わないためにもさっさとアカウントを削除しておきましょう。誰に見られてもポジティブな印象を持たれるものばかりなんだったらいいんですが、そうじゃない投稿も必ずあるはずなんで、婚活をする前に全部削除しておきましょう。自宅や会社を特定されるような写真情報を投稿していた場合、仮にその人と別れたとしても会いに来る可能性がゼロではありませんよね。綺麗に交際終了になったとしても女性は不満に思ってて根に持っている場合、あなたの SNS を見つけ出し嫌がらせをしてくることだって考えられます。そうしたリスクを一つでも減らした上で婚活をした方が安心ですよね。人は暴走したら止められなくなるので、最初から自分の身は自分で守れるように対策を取っておくことが一番です。40代男性が選んではいけない女性の行動、その3、追い LINE。 急ぎでもないのにしつこく何度も LINE を送ってくる人って言いますよね。あれ何なんですかね。例えば朝おはようって送って返信がないからといって、お昼過ぎに今日は何するの、どこ行ってんのなどまたメッセージを送るなど、このように内容を少し変えて返信を催促し、とにかく相手からの反応を欲しがるような女性はやめておいた方がいいです。他にも LINE を送ったら1時間以内に返信しなきゃダメだっていうマイルールを作っている女性もいて、付き合い始めるとそれを男性に要求し1時間以内に返信をしなかった場合、びっくりするぐらい怒り始めます。その後はもうね鬼電で思考停止のままずっとねスマホの充電がなくなるまで電話をかけ続けます。付き合っている前ならもう無視してね交際終了を告げればいいんですが、結婚前提に付き合っている状態だとまあややこしくなっちゃいます。でも結婚してからの方がもっとややこしくなるので、まだ関係が浅いうちにお別れをすべきなんですが、この時に家の場所や会社の場所を教えていると突撃してくる恐れもあるので、男性であっても結婚が確実に決まるまでは家の場所などは具体的に教えない方が身のためと言えます。こういう女性は振られた瞬間男性を攻撃対象にするし、自分は被害者で彼に捨てられたひどい人だって思い込む習性があるので、もう会話は通じない動物だと思った方がいいです。追いラインをしてくる女性かどうか確かめたい場合は4回以上デートをしてからがおすすめです。40代男性が選んではいけない女性の行動、その4、優位に立とうとする。低スペなのになぜかプライドだけ高い女性が存在します。20代女性にはまずいないんですけど、アラフォー世代になるとねすごい急増するんですよね。本当にこじらせてんなって思うんですが、例えば意地でも自分発信の連絡をしないしデートにも誘わないっていう女性がいます。私はまだ彼のことが好きじゃないし自分から誘って勘違いされても嫌なのでっていう理由で誘われ待ちをしているわけです。でも男性からしてみたらね、女性からのアクションが何もなければこれは脈なしだわって諦めてしまいます。それなのに振られた時にようやく私は彼のことが気になってたしもっと積極的に誘ってほしかったとか言い出すんですよね。もう押せよっていう話で、男性は女性を断った時にはもう気持ちを切り替えていますし、今更そんなこと言われても困るって思ってます。出会ったばかりの男女は細い糸で結ばれている状態なので、ちょっとした行き違いがあったりどちらかが関係を深める努力をしなかった時点ですぐにブツって切れてしまいます。他にも告白は男性からしてほしいとか強いこだわりを持っているアラフォー女性もいますが、別にそんなんねどっちでもいいじゃんっていうのが私の本音です。そんなんねどうでもいいこだわりとかプライド持ってたら男性も愛想尽かして他の女性に行っちゃうわけなんで、結婚したいって思ったら自分から告白すればいいし、会いたいって思うなら自分からガンガン誘った方がいいんですよ。年齢を重ねるほど不利になるのに、どうでもいいプライドだけが高くなってしまうんで、ますます結婚しにくくなってしまいます。アラフォーなのにこうしたことにこだわっている女性は正直めんどくさいし、地雷の可能性を大いに秘めているため様子を見た方が賢明と言えます。
40代男性が選んではいけない女性の行動、その後裏で連絡してくる、 SNS の DM でやり取りしたいって言い出す女性はめちゃくちゃ危険です。わざわざ DM でやり取りする理由がありません。で、理由を聞くと大抵、私 LINE とかは普段あまり使ってなくて、インスタの DM でやり取りすることが多いからこっちの方がありがたいっていう適当なことを言ってくるわけですよ。で、それを信じて DM でやり取りするようになった途端、実は近々結婚相談所を退会することになったの。だからルールとしてはあなたとの交際を終わらせなきゃいけないの。でも私はあなたとの関係を続けたいし、これからもデートをしたいって思ってるので、今後も変わらず DM でやり取りしていきましょうってめちゃくちゃな提案をしてきました。せっこい女ですよね。月会費を節約するために1ヶ月で手当たり次第に申し込んで、お見合いをして同じ手口を使って DM 交換し、何十人の男性とつながっている状態で早々に結婚相談所を退会するっていう魂胆でしょうか。非常にせっこいですよね。平気でルールを破るような女性はきっと結婚したとしても同じことを繰り返すでしょう。悪気なく浮気をしたり、男性のお金を使い込んだり、そうした気質はもう見え隠れしているので、ルールに反する提案をされた際にはきっぱり断り、関係を切ることをお勧めいたします。こうしたお相手と間違って結婚してしまわないためにも、フレシアでは会員さんが幸せな結婚をするためのアドバイスを日々行っております。寄り添って話を聞くだけなら婚活カウンセラーである必要はありませんよね。だからそれプラス、結婚するためにはお相手の何をチェックすればいいのか、どこを見るべきなのかも必要な際にはアドバイスをしております。彼女にちょっとした違和感があり、結婚の話を進めようかどうか迷ってるっていう相談を受けた時に、性婚療法士さんに背中をパンって押すっていうことはいたしません。婚活をしている人はただただ結婚したいんじゃなくて、今より幸せになるために結婚したいって考えてますよね。皆さんもそうですよね。だから結婚だけさせて、はい終了なんて無責任なことはプレシアではできません。短期間で幸せな結婚をつかみ取っていただくためにも、会員さんには自己価値診断チェッカーを使って、自分と同じレベルの異性を正しく知ってもらうっていうサービスを提供しております。で、この自己価値診断チェッカーに当てはめれば答えは明確なんですが、プレシア会員さんだけにしかこちらを提供してません。それでも有料でいいから使わせてほしいっていうお声を日々いただき、これだけ需要があるなら非会員の方にも使ってほしいなって思ったので、この度婚活ランク表を作りました。これを見るだけで、あなたが婚活の中でどのランクに属しているのか一目で分かり、あなたと同じランクの異性の条件までもが分かります。自己価値診断チェッカーの会員版っていう位置づけになります。で、これを見てもらうだけでも婚活はかなりイージーモードに突入していきますので、ぜひこの機会にお受け取りください。受け取り方法は動画下の概要欄に載せております。また婚活ランク表の使い方動画もお渡しするので、これも必ず一緒に見てくださいね。せっかく私がここでいい武器を皆さんにお渡ししても、その使い方を間違えると逆効果になるのでお気をつけください。動画を最後まで見ていただいた皆さんには有効活用していただけると嬉しいです。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。